はじめまして、しげもりーさむです。3年前から、この研究会に参加させてもらってますが、今日は初めて発表します。内容は、新商社、車椅子利用者の電車など公共交通機関利用をサポートするアプリとその開発です。合成音声で、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、少しの時間、お付き合いください。次のスライドへ行ってください。 初めての方も多いと思うので自己紹介します。名前は重森さん。今年50歳になりました。障害は脳性麻痺で生まれる時へその方が首に3自由に巻きついていたことが原因です。見た通りの障害です。出身は八王子で学校は普通学級で過ごし、今は神奈川県の企業で。 ソフトウェアアのエンジニアをしています。大学まで日本ですが卒業後アメリカへ留学しシリコンバレーやイギリスで10年以上働いていました今は仕事以外でもソフトウェアの勉強をしておりその一つが今日紹介する新商社エンジニアの勉強会「知恵の輪」です次のスライドへ行ってください前置きが長くて すみません。はじめに申しておきますが、この発表は、皆さんの卒業研究とはちょっと違い、データや実験による追求が、まだなされていません。やむにやまれぬところがありと言ったらオーバーですが、新商社の困りことに対し、一つの解決策を与えるもので、アイデアやアプリを作りました。研究としては甘いところがありますが、 コンテストで優秀賞をもらってしまったので、皆様と肩を並べることを許しください。次のスライドへ行ってください。やっと、今日のメニュー、目次です。はじめに、今回のチームとコンテスト内容について説明します。次に開発動機、手法について、そして、システム分析、開発、ここが今日のメインだと思います。 その後アプリの機能を説明し受賞したときのことこれからについてで締めくくりたいと思います次のスライドへ行ってくださいチームとコンテストについて説明しますわかりやすく言えばこの発表のスタートとゴールだと考えてもらえれば良いかと思いますチームは 知恵の輪という身体障害を持っていてコンピューターやソフトウェア開発に興味を持っている人のグループです毎月1回品川のマイクロソフトの会議室を借りてボランティアで来てくれるプロのエンジニアから旬な技術を学んでいますだいたいシステム分析といった上流工程のトピックとスマホのアプリの開発のもなかなど下流工程のトピックを学んでいます 私と同じ脳性麻痺やストロフィー、い椎損傷の人が主ですがブラインドの人や内部障害の人も来ます人数は障害者10名程度講師会をまとめてくれるボランティアヘルパーさん合わせて10名程度でわきあいあいとやっていますこの数年は上流工程を学ぶ時間に身の回りの問題を洗い出し システム化することで解決策を見つけようというテーマで議論していてその中で電車など公共交通機関の利用するときの問題も大きなトピックでしたそんなとき講師の方の一人が駅で東京公共交通オープンデータチャレンジというコンテストのポスターを偶然見て今までやってきた議論がこのコンテストに生かせるのではないかとひらめきダメでもともと という精神で応募しました。ここからシステム系の話です。このコンテストは、駅や路線図などの性的データと、電車の運行などの動的データをインターネットの API を通じ提供し、コンテストの参加者が API を使って、スマホをシュートしたアプリを開発するものです。例えば、API を使えば、 特定の駅に今んどいつでんが到着するかなどコンテストの主催者が提供したサーバーにクエリを投げれば答えが返ってきますそういったデータを利用したアプリの開発ですつまり知恵の輪で考えてきた問題と解決策でコンテストのアプリを開発しようということがテーマとなりました次のスライドへ行ってください 前のスライドでも触れましたが、我々、知恵の輪は、システムデザインのアクティビティとして、身の回りの問題をブレインストーミングとして、列挙しました。居酒屋の入り口に段差がある問題や、コンサートに行っても、周りが立つと見えない問題、ボタンを押さなくてよい自動ドア、などなど、30以上の問題が挙げられましたが、 その中で特に困っている問題に絞っていくと車いすで公共交通機関を利用するときの問題に行き着きましたこの問題は他の問題より一度技術で解決しやすい問題でもあります次のスライドからこの問題の分析に入ります次のスライドへ行ってくださいでは問題分析に入りますまず 車椅子で電車を利用する際のプロセスを確認しますはじめに車椅子で駅に着くと改札で行き先を伝えます駅職員が校舎駅と連絡を取り乗車する電車何両目のどのドアかまで伝えスロープを使い乗車と校舎の会場を行ってくれますこの様子を動画にまとめましたのでご覧くださいこの動画 4分と長いので見ている間 YesNo の質問やこれまでの感想があれば自由にスピークアップしてください待っ待って。 お願いします。あ

お客様、後ろの。おお客様お客様様 ありがとうございました。 熱感あふれる動画でしたがいかがでしたかこの時も駅に着いたのが17時20分くらいで電車に乗れたのが17時50分だったかと思います品川で知恵の輪の勉強会をやりその後、多摩ちの居酒屋で新年会の予定でした品川と多摩ちは1駅ですが駅が近いとスロープをセットして乗車会場のすぐさん 4分後には、降車駅での降車解除が必要です。その連携を作るためには、30分という準備が必要なのかもしれません。では、乗車駅と降車駅が離れていたらよいかというと、そうでもありません。例えば、中央線で八王子駅と東京駅は1時間かかります。降車駅が決められているため、車中でトイレに行きたくなっても、 途中下車はできません。休日にぶらり途中下車の旅もできません。これは問題だと思います。次のスライドへ行ってください。前のスライドで挙げた問題をモデル化してみました。車椅子利用者が駅に着き、駅職員に行き先を伝えます。駅職員は校舎駅の職員に電話で連絡を取り、 乗車する電車と車両を決め、確認を取ります。まずこの連絡に時間がかかります。次に、一度乗車したら、降車駅が決められているため、緊急事態でも途中下車はできません。これも、ある意味、問題です。ここで、知恵の輪は、IT の力でコミュニケーションを円滑にすれば、問題を少なくとも和らげることができると考えました。 次のスライドへ行ってください。これがそのモデルです。車椅子利用者はスマホで駅の利用時刻と行き先、または乗車したい運行電車を入力します。これは駅到着前でもできます。そして、この情報はネットを通じ、データベースに蓄えられ、乗車駅、降車駅の駅職員に伝えられます。駅側ではいつ？ 誰が会場が必要なのかを把握でき予定も立てられます車椅子利用者が駅に着くとその旨を駅側に伝えます精度の良い GPS が搭載されたスマホならこれも自動化できますその駅到着を受けた乗車駅降車駅の駅側は必要であれば速やかに乗車する電車を選び利用者と情報を共有し乗車会場を行います これで乗車を待つ時間もだいぶ軽減されると思います。また利用者側でも、校舎駅側の動き、誰が待っているかわかり、安心感が生まれるかもしれません。次のスライドへ行ってください。少しはしたないスライドかもしれませんが、これが途中下車のモデルです。途中駅のホームに他の利用者のための駅職員や、 スロープのセットなど訓練を受けたボランティア解除者がいたと仮定します。もちろん、スマホのアプリを使っています。このとき、アプリを通じて、車中の車いす利用者が、ホームの介助者に、連絡を取れることができれば、途中下車も可能かと思われます。もちろん、途中下車の情報は、本来の校舎駅にも伝わり、校舎解除は、キャンセルされます。 次のスライドへ行ってくださいこのモデルを実装したものがスイットつです。先に説明した乗車降車モデル途中下車モデル両方を実装したわけではありませんがコンセプトを実証実験に使えるくらいにはなっていると思いますでもモデルを実装できたのは 東京公共交通オープンチャレンジで API が提供されたからだということも重要な事実です。今回は開発期間が2ヶ月と短かったため知恵の輪の中でも我々障害を持っている人はモデルから機能設計画面設計に集中し講師陣にコーディングを頼みました。こうして完成したのが利用者アプリと介助者アプリです。 につとも Web アプリなのでスマホでもパソコンからもアクセスできます次にその機能を説明します次のスライドへ行ってくださいこれが利用者アプリですログイン画面からログインすると移動計画一覧が出てきますこれはすでに入力されている鉄道利用の移動計画です駅側で計画が表示され確認されていれば 管理者確認済みが表示されますこの画面で「新規計画を作る」のボタンで下の画面へ行き乗車駅目的地駅時刻を入力すれば新しい移動計画ができます。移動計画一覧で到着ボタンは乗車駅に到着したことを意味し移動計画詳細画面の駅到着と同じ意味です。 到着で、解除者のアプリで、要解除が表示されます。また、電車に乗車した後は、右の移動状態詳細画面に切り替わり、後者で移動計画詳細画面に戻ります。次のスライドへ行ってください。介助者アプリです。駅職員、またはボランティア介助者1人に、月1台のスマホを または、ログインアカウントを持つことを仮定しています。また、一つの駅にいることを仮定しています。これは GPS の位置情報からも取れますが、ログイン画面からログインすると、会場予定一覧画面が出てきます。これは、自分が担当する会場。駅に到着しているが、担当者が決まっていない会場。 利用者が乗車駅に到着していない未定の解除が表示されますその一つをタップすると詳細画面が現れます自分の担当が決まっている解除なら上の画面が現れ未定か要解除なら下の画面が現れます上の画面なら解除変更を希望で担当を代わってもらうこともできます下の画面の確認は自分が担当するという意味です このアプリで乗車降車解除の管理が楽になれば嬉しいです次のスライドへ行ってください1月に開発を始め3月15日の提出期限に講師陣の奮闘努力もありアプリと資料一式の提出にこぎつけましたあとは審査の結果を待つのみです4月中旬になっても何も来ません4月の終わり大会本部から 5月15日東洋大学で行われる表彰式に出席してプレゼンをしてほしいと頼まれましたその知らせを聞いた日は夜は寝れないほど嬉しかったですでも表彰式までは関係者以外には公害しないでほしいと言われそれが苦しかったです表彰式には平日だったので会社の有給休暇を取り参加しました 知恵の和のプレゼンは言語障害がないチームメイトがやりました。普通の表彰とは逆に、最初に最優秀賞、次に準最優秀賞と呼ばれ、3番目の優秀賞の筆頭で知恵の和のスイット君が呼ばれたときは、とても驚きました。スライドの写真はその時のものです。優秀賞の賞金の20万円もいただきましたが、 知恵の輪のチームは、開発者だけでなくボランティアとして動く方、新商社エンジニアを支えるヘルパーさんを含めると、22人になります。山分けともいかず、この間、少しおしゃれなレストランで、受賞記念パーティーという飲み会を開き、かなり健康的に使ってしまいました。ちなみにこのコンテストで、最優秀賞を取ったアプリは、オープンデータという特性を生かし、 一つのアプリで東京中の電車、地下鉄、バスの時刻表とリアルタイムの運行を調べられるというものでした。純最優秀賞は 3D 開発環境かんきょのユニティで各駅の構造を3次元で表示してその中をリアルタイムで電車が走っていくというものでした。次のスライドへ行ってください。 これからのこと、夢みたいなことを、ここに書きました。優秀賞を受賞したといえ、やったことといえば、飲み会くらいです。いくらアイデアはいいと言え、鉄道会社に協力してもらって、実証実験でテストしてみないとわからないことが、たくさんあると思っています。でも、我々のようなユニークですが小さなチームと、手を組んでくれる鉄道会社があるかといえば、 非常に未知数ですとはいえこの間も大阪で大きな地震がありましたきっと途中で止まった電車の中にも車椅子の人がいたらとても困ったと思いますそういう時にもスイット君があれば瞬時に特に助けが必要な人がとここにいるかを把握でき役に立つと思われますそのような葛藤の中にいる今です次のスライドへ行ってください 連絡先です。今日の発表や「知恵の輪の活動に興味を持たれた方がいましたらご連絡ください。いつでも歓迎です。次のスライドへ行ってください。ご静聴ありがとうございました。